7月14日の革命記念日のパレードにおいて、更新するパリ消防旅団の消防車両機種の手前に立つ指揮官は胸元に小銃を携行している。パリ消防旅団は、フランスパリ市周辺の消防、救急活動を実施する消防組織である。フランス陸軍に所属する消防公平部隊である。有事の際は、国防省の指揮下に入るが平時は、 内務省とパリ警視総監の指揮を受け、フランス国家憲兵隊と同様の立場にある。7月14日の革命記念日のパレードにおいて、パリ消防旅団は最後を飾って行進を行う。この際、フランス軍の主力小銃である FA マスを携行する。日本ではパリ消防局と訳されることもある。消防組織としては世界第三位の規模とされる。 パリ市とその周辺地域における消火活動救急自動車による救急搬送有毒性ガスに対する科学的対処災害救助警防活動またギアナ宇宙センターやランド県のビスカロースにあるミサイル基地における消防救助活動も担当する。1793年に創設されたが1810年に発生したパリ市内のオーストリア大使館火災を教訓に 皇帝ナポレオン・ボナパルトの命令により、活動地域が広がり部隊も拡張された。その後、1811年に、パリ消防工兵大隊に、1867年に、パリ消防工兵連隊に、1967年に、パリ消防旅団となった。人員約7000名、消防署81署、消防車両130台、救急自動車66両、 その他に消防艇、ヘリコプター、四輪駆動車などを装備している。ありがとうございます。